背景です。今回は渡辺 GM 名言、西武三軍制今季大幅改革へということでですね、今回は渡辺 GM がですね、ライオンズの三軍制度について言及をしましたので、まあ、そこも含めながらね、まあ、渡辺 GM がどんなことを話したのかっていうところを見て、まあ、僕内の意見っていうところも話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。僕は普段ライオンズに関するニュースや分析考察の動画アップしておりますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは始めていきます。はい、ということでですね、渡辺 GM が今の西武に言及ということで、渡辺 GM のねインタビューが、ダゾーンの方にアップされておりましたので、まあ、その内容をね、まあ、一個一個見ていきながら、まあ、渡辺 GM がどんなことを話したのかっていうところと、まあ、それについてのね僕の考えだったり意見っていうところも簡単に話していきたいと思います。はい、まずはね、渡辺 GM 何について話したのかというと、まあ、コルデロ選手、アギラ選手についてですね、まあ、期待の助っ人外国人2人の選手について話してくれました。まあ、この2人にね期待することといったら、まあ、この2人にしっかりとランナーを貯めた状態で、持っていってほしいというふうに言っております。まあ、まだねなかなか状態上がってないような感じなんですが、まあ、これからどんどん仕上がっていくというふうに言っておりました。ただね、まあ、打線っていうところがやっぱりこう課題になってきて、まあ、昨シーズンも得点力不足、長打力不足っていうところで、まあ、チームが、まあ、下位に低迷してしまったというのがありました。まあ、この二人に頼るだけじゃなくて、まあ、既存の選手たちが意識を持って得点につなげていくことが大事というふうに言っておりまして、まあ、もちろんね、この二人にも期待はしているんだけれども、まあ、やっぱりね、他の選手たちがしっかりと打たないと、まあ、チーム全体としては強くならないということを言っているんですよね。まあ、これに関してはね、確かにそうだよなと。というふうに思います。まあ、しっかりとね、まあ、この外国人2人もそうですけれども、まあ、若い選手だったりとか、まあ、あとは外崎選手、源田選手、この主力の選手たちも含めて、まあ、みんながねやっぱり点を取ろうっていう意識だったりとか、まあ、レベルアップをしていかないと、まあ、なかなかやっぱこうチーム全体として得点力をアップしていくところは難しいので、まあ、もちろんこの外国人に期待するのもそうですが、やっぱり野心全体の奮起っていうところにね、期待をしていきたい部分かなというふうに思います。でそこから派生してですね、まあ、外野陣と1番バッターについても意見を言っておりました。でそこはですね、まあ、若手にアピールをして結果を出して、まあ、自分の手で勝ち取っていってほしいというふうに言っておりました。まあ、ここもやっぱりなかなかね固定されていない中で、まあ、競争にはなってくるんですけれども、まあ、しっかりとね若い選手に、まあ、オープン戦だったりキャンプを通して、結果を出してもらって、まあ、自分の手でね、しっかりとこのレギュラーっていうところと、まあ、一番バッターってところをね勝ち取っていってほしいというふうに期待を込めていました。まあ、ここに関してもやっぱりそうですよね。まあ、結構ね、やっぱりこう育てるっていうところで、まあ、まだね、実績も結果も残していない若い選手をね、こう思い切って一番に使ったりとかっていうのもあるんですけれども、まあ、まずはね、しっかりと結果を出してね、まあ、自分の手で勝ち取っていってほしいなっていうのは僕も思っていることですので、まあ、やはりね、最初は下位打線だったりとか、どこかスタートして、まあ、その中で結果を残していって、まあ、しっかりとね、一番バッターだったり、レギュラーっていうところを掴み取っていってほしいなというふうに思います。はい、続いてはですね、まあ、チーム内でのコミュニケーションについてですね、まあ、結構ライオンズ、このキャンプ始まってから、まあ、チームの雰囲気っていうところが非常に明るくてですね、まあ、野手もねピッチャーも、まあ、みんな本当にねチームとして仲がいいっていうイメージが、まあ、たくさんあると思うし、まあ、ライオンズの公式の YouTube とかを見ていても、まあ、そういった場面っていうのは非常にねたくさん伺えるんですけれども、まあ、そこのコミュニケーションについてね、まあ、もちろんこうコミュニケーション取っていくっていうことは大切ではあるけれども、まあ、渡辺 GM が強調していたところは野球の話をもっとしていってほしいというふうに言っておりました。やっぱりこうチームとして強くなっていくためには、まあ、ただコミュニケーション取るだけじゃなくて、まあ、しっかりとね野球のことについて、まあ、お互いで話していく、まあ、それはグラウンドの中でもそうだし、まあ、グラウンドの外のね食事の時間だったりとか、まあ、部屋の時間、そういった部分でも、まあ、できたらね野球の話をしていってくれると、まあ、もっともっとやっぱりこう選手としてもレベルアップをしていくし、まあ、チームとしても強くなっていくということを言っておりました。まあここに関してもまあそうだよなということですよね。やっぱりねこう野球で結果を残すためにはね、まあ、どれだけやっぱ野球のことを考えて、まあ、野球第一でやっぱ生活を送ることができるかっていうのがね大切になってくると思いますので、まあ、これはもうグラウンドの中でももちろんだし、まあ、外でもねできたらそういったことがあると、まあ、チームとしても、まあ、選手としてもやっぱりレベルアップはしていくのかなというふうに思います。はい、続いてはね、まあ、先ほど野手の、まあ、コルデロ・アギラについてなんですが、続いてはヤン投手、アブレイユ投手についても話しておりました。でここに関してはね、まあ、他球団との競争もあったけれども、まあ、タイミングよく獲得できたというふうに言っておりまして、結構やはりスペックの高い2人のピッチャーになるので、まあ、他球団とのね競争ってところ争奪戦ってところもあったみたいなんですけれども、まあ、タイミングよくね2人を獲得できたということですね。まあ、本当にね今までよりちょっとスケールの大きい外国人が、まあ、野手も含めてですけれども、まあ、獲得することができたということで、まあ、こういった部分もやはりね今シーズン一番注目できるポイントなのかなというふうに思います。
はい、次は先発についてですね。まあ、先発に関しては、まあ、頭数はいくらいてもいいというふうに言っておりました。まあ、最初はね、一応開幕ローテーション6人のメンバー決まるとは思うけれども、まあ、その6人でやっぱ1年間戦っていくっていうのは難しいので、まあ、そういった部分を考えるとね、まあ、人数はいくらいてもいいということでした。で、まあ、非常にいいピッチャーが揃っているから、まあ、レベルの高い争いになっていくんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、そういった争いっていうところをね、渡辺 GM も期待しておりました。まあ、ここに関してもそうですよね。本当にその通りで、まあ、基本的に僕も野球もずっと見てきてますけれども、まあ、ずっと同じ先発ピッチャー6人でね、1年間戦ってるチームなんて、まあ、全く見たことないですし、やっぱりね、どっかで怪我をしたりだとか、まあ、誰かがね、あんま調子良くなかったりとか、まあ、そういったことがやっぱ1年間戦ってると絶対に起きてきます。なので、まあ、実際にやっぱ10人ぐらいね、投げれるピッチャーがいないと、まあ、なかなかやっぱ年間ね、いいクオリティのまま、まあ、ピッチャーとしてやっていくっていうのは難しいと思いますので、まあ、そういった部分はね、確かにその通りだなというふうに思いますね。まあ、本当にライオンズはね、いいピッチャーがたくさん揃っていると思いますので、まあ、ハイレベルな争いっていうところを展開していってね、まあ、チームとしてもレベルアップしていってほしいなというふうに思います。はい、続いてはですね、まあ、先発といったらやっぱり注目なのがルーキーの竹内投手ですよね。まあ、連日竹内投手のニュースがね、本当に絶えないという感じになってはいるんですけれども、まあ、その竹内投手についてもね、渡辺 GM こんな風に話していました。まあ、本人にはね、周りがね、結構早いピッチャーが多いので、まあ、そこに釣られないように、まあ、力まないようにということ、まあ、自分のペースでしっかりと調整してほしいっていうことをね、伝えているという風に言っておりました。まあ、評価はもう元々ね、まあ、渡辺 GM もこうドラフトの前の段階から、まあ、ずっと追いかけてね、その中でまあこのピッチャーが一番だと思って、まあ、ドラフトでも指名をしているというところなので、まあ、評価は当然に高いというふうに言っていましたね。で、まあ、ここまでもね、非常にこう調整というところは、まあ、順調に来ておりまして、まあ、竹内投手含めた渡辺 GM はやっぱピッチャー陣はね、ある程度もう整ってきたというふうに言っておりました。まあ、やっぱりね、このピッチャー陣っていうところをね、中心にライオンズのチームっていうのは、まあ、回っていくことになると思いますので、まあ、やはりね、竹内投手も含めてですけれども、まあ、今シーズン、このピッチャー陣にはもうぜひね、リーグトップクラスの、まあ、防御率だったりとか、まあ、パフォーマンスっていうところをね、期待していきたいと思います。はい、続いてはね、6年ぶりに古巣復帰の住谷選手についてです。まあ、銀次郎はまだまだやってくれると思って取ったというふうに言っておりまして、まあ、楽天でプレーしているのもね、まあ、ずっと見てきていたというふうに言っていて、まあ、その中でね、まあ、キャッチャーが足りていないという部分で、まあ、絶対銀次郎ならね、またやってくれると思ったというふうに言っておりましたね。まあ、ここら辺もね、やっぱり住谷選手にかかる期待というところ、まあ、実際にね、監督選手という立場で、まあ、一緒に戦ってきたっていうのも渡辺 GM はありますから、まあ、そういった意味でもね、彼に込める期待っていうところは非常に大きいのがあるんじゃないかなと思います。はい、続いてですね、まあ、育成選手についてということで、まあ、ここはね、ちょっと僕が一番気になった部分でした。まあ、非常にね、ライオンズ育成の選手っていうのが多くて、まあ、おそらく12球団の中では、まあ、3番目に育成の選手が多いチームということになっております。で、まあ、そこについて渡辺 GM は、まあ、今回やっぱ2軍と3軍っていうところで、まあ、もっともっと競争させていきたいというふうに言ってました。で、まあ、3軍っていうところを本当に今年からも本格的に運用していくということで、まあ、年間通して3軍でも試合をしてもらうということですね。で、今シーズンも3軍だけで70試合組んでいるみたいなので、まあ、かなりね、本当に3軍の方を今年はやっぱ力入れていってるなというのを感じます。まあ、1軍と2軍の競争もそうだけれども、やっぱりこう3軍と2軍の競争っていうところもね、激しくなっていってほしいなというふうに言ってますし、まあ、やっぱりこれだけね、試合を組んでいるとなると、まあ、若い選手だったりとかね、いろんな選手たちがやっぱり実戦での、まあ、機会っていうところを得ることができるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、こういった部分はね、非常に楽しみだなというふうに思います。やっぱりこの育成選手たちに込めてる期待っていうのも大きいみたいで、まあ、渡辺 GM も強調していましたけれども、まあ、最低5枠は空けているというふうに言っておりました。育成選手のためにですね、まあ、最低5枠なので、もしかしたらこれが6枠7枠っていうところにも跳ね上がっていく可能性があるわけなんですよね。だから本当に育成の選手たち、まあ、2軍と3軍もそうなんですけれども、まずはしっかりとね、ここで結果を残して、まあ、試合化登録ってところをね、勝ち取れるように頑張っていってほしいですし、本当にね、ライオンズもやっぱり育成力っていうところを、まあ、球団チームとして、まあ、上げていく必要がありますから、まあ、そういった部分でもね、やはり今年この三軍制にね、非常にこう力を入れてやっていくっていうところ、まあ、素晴らしい試みになってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、今後のライオンズがもっともっと強くなっていく上でもね、大切な要素になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして最後ですね、まあ、今シーズンの意気込みっていうところを話してくれました。まあ、ライオンズについてですね、まあ、結構いろんなところでね、ライオンズは台風の目だというふうに言われておりまして、まあ、先日もね、宮本慎也さんが、まあ、台風の目だと思うというふうに言っていたんですけれども、渡辺 GM は、まあ、その意見をですね、真っ向から否定しておりました。
まあ、台風の目っていう風に言われてはいるけれども、台風の目だとは思っていないと、普通に、今年のライオンズはもう優勝を狙えるチームという風にね、力強く言ってくれていました。まあ、渡辺 GM としてもね、まあ、補強はおそらく妥協なくやったつもりですし、まあ、実際にその中でね、まあ、結構いい選手外国人を含めて獲得できたというのがあります。まあ、確かにね、まあ、もちろんオリックスだったりとか、まあ、ソフトバンクだったりとかもね補強してますし、まあ、実際に昨シーズン A クラスに入っていて本当に強いチームは多いんですけれども、まあ、もちろんライオンズもね僕は優勝できる力はあるかなというふうには思っておりますので、まあ、なんとかねチーム一丸になってっていうのもそうですし、まあ、やっぱ個人個人がしっかりとレベルアップをしていって、まあ、結果を残していかないとなかなかね見えてこない部分なんじゃないかなというふうに思うので、まあ、残りのねキャンプの期間っていうところも含めてですね、まあ、開幕に向けて準備をしていってほしいなというふうに思います。まあ、その一方で渡辺 GM もね最下位の可能性もあるというふうに言っておりました。本当にねちょっとでも気を緩めたりとか、まあ、油断したりだとか負け込んできてしまうと、まあ、足元を救われて一気に最下位っていうことも全然あると思うし、まあ、他のチームもやっぱりそれなりに補強してきていて本当にパリーグ好戦っていうところが、まあ、予想されますから、まあ、そういった部分でもね本当にライオンズ、まあ、このキャンプから開幕に向けて気を引き締めてね、また頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、まあいろいろとね今のライオンズに対してもそうですし、まあ、そういったね三軍制度未来のライオンズに対しても渡辺 GM に言及をしてくれました。まあ、本当にね渡辺 GM がまあいろいろねライオンズを変えてきて、まあ、いい戦力で臨むことができるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今後の西武ライオンズにも期待していきましょう。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。